はい、皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。今日は厚生労働委員会で質疑に立たせていただきました。この質疑に先立って、この理事会が開かれるんですが、この委員会の前の理事会でですね、揉めたのがありまして、委員会の開会が遅れました。でこの理由はですね、労建局の課長以下23名がこの銀座で深夜の23時過ぎまで会食をしていたということで、そのことのこの説明を求めるということで、今日委員会の冒頭にも厚生労働大臣からその説明がありました。で、本当に今回ですね、こういったことが発覚した原因は、週刊誌がですね、やっぱりこの銀座に貼っていて、そこから分かったということなんですけれども、私も今回の問題については、それは厚労省がこのお願いをして、今自粛要請なども出している中で、そういった厚労省の別の課ですけれども、労建局のそういった介護保険担当する課の人たちがですね、送別会やってたということで、本当こういう問題が起きてしまうたびにですね、やっぱ本当に厚労省全体の問題として取り扱っていかなければいけないということもあって、委員会でこういった質疑が行われています。で私の方からは、今回たまたまですね、介護保険20年ということで、それをきっかけに、この介護保険をもう一回見直すべきではないかということで、介護保険制度がちゃんとうまくいっているのかどうかということから質問させていただきました。中でもこの介護保険の、特に人材の問題ですね、人材がやっぱりこの不足していると、介護現場の人材が不足しているということを、取り上げさせていただきました。そして、この問題についてはやっぱりこの、本当に今後ですね、訪問介護ですね、もっとしっかりしていくべきという質問を用意したんですけど、ちょっとそれ飛ばしてしまったので、ちょっと次回またやっていきたいと思っていますが、今回、実は質問の中で、もっと聞きたいことたくさんあったんですけれども、和食についてとかですね、結構質問用意してたものもあったんですが、今日はちょっとそういった他の質問をやっていたこともあってできなかったことがありました。でその他ですね、今回は食品安全委員会、食品安全委員会についての質問もさせていただきました。でこれは今回食品安全委員という安全委員会の委員がですね、6名新しくなるわけですが、その中の1人の方がですね、ちょっとこれの方でいいのかなということで、この立憲民主党の部会の中でもですね、非常な意見が出て、でその中で全会一致で不同意ということになったんですね。でそれってやっぱりすごいことで、皆さんがそれぞれもこの人は良くないと思っているという人が今回選ばれてしまっているということで、そのことについてやはりこの懸念をやっぱ表明させていただきました。でそして、それから今回ですね、質問させていただいたのは、防衛省の食費の問題ですね。これは食費というよりも、食事の中身の栄養がちゃんと足りているのかどうかということで、ぜひこの実測値を測ってほしいということで、昨年の夏にこれは防衛省の方に話したときに、結局これが今2年間この実測値を測っていくということで、今その研究もしているということで、それについてはまた引き続きやってほしいということで、その話もさせていただきました。その他、今回自分の方では用意していた質問としては、アルツハイマー病の予防について、そのことについてもずっと自分自身もこう関心が高い問題でもあり、そういった話もさせていただきました。本当に食の安全というものはですね、やっぱ本当にこの短期的なこの危険だけではなくって、中長期的なそういったいろんな病気ですとか、そういういろんな健康に影響があるものがいっぱいありますので、そういったものをいかに全く食べないということではなくて、いかにこう付き合っていくのかということがすごく大事だと思いますので、それがゆくゆくはこの医療費やその社会保障、介護にも関係してきます。で本当にそういう意味でやっぱりそういったものはやっぱりできるだけ未然に食事の面から防いでいくことができるのであれば、こう体調管理といったものもですね、運動の話も出てましたし、それから社会的ないろいろ関係をちゃんと作っていくことっていうのもすごく大事なことで、そういったもちろん食だけではないんですけれども、その中の一つの食っていうことをテーマに今回は質問させていただきました。ぜひこういった介護の問題、それからアルツハイマーの問題、
そして、この食の安全の問題、そういったこともですね、やっぱぜひ今後も国会の質問の中で取り上げていきたいと思っていますので、また何かご意見、要望、そういったものがございましたら、ぜひコメント欄ですとか、それから質問、メールでもいいですし、ぜひご意見、要望よろしくお願いいたします。そして今回この動画を見てよかったという方は、ぜひいいねと、それからコメントよろしくお願いします。そしてチャンネル登録の方も、ぜひよろしくお願いいたします。今日も見ていただきましてありがとうございました。どうもありがとうございます。